ポジウムを始めさせていただきます。シンポジウムの進行につきましては、シンポジウムの コーディネーターでもあられます九州職業能力開発大学校建築科教授の岩下先生にバトンをお渡ししたいと思います。では岩下教授、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日はお足元の悪い中ですね、たくさんのご参集をいただきありがとうございます。そして B303 で見ている学生諸君も最後までゆっくり見ていってくださいということでお願いをしておきます。でテーマといたしましては、小倉南区の未来づくりと地域の大学群がどう関わっていくのか、その役割っていうことをですね、シンポジウムの中でいろいろと語っていきたいと思います。そして途中と言いますか、終わりの方になりますけど、会場の方からご意見等もまたいただきながらですね、展開をしていく予定でいます。でパネラーの方々をご紹介してますけど、岩下さんと片山さんはもう先ほどありましたんで、高専の校長先生、塚本校長先生です。でもう一方ですね、小倉南区に今お勤めなんですけど、女性という視点、それから若者という視点でですね、宮崎美子さんをご紹介いたします。でそれではですね、まず最初に、これ岩下さんの方に投げていきたいんですけど、シンポジウムの中でもう少しこう追加した方がいいなっていうようなことがあればですね、それをちょっとお話いただくとかですね、それからまちづくりの中で片山さんの方からは大学群等がもうちょっとこういうふうな関わりをしていくべきじゃないかっていうようなニュアンスでこう言われたんですけど、そこら辺で大学校群なんかに対してのリクエスト等があればですね、ちょっとお話をいただければというふうに思いますけど。ですね、皆さんのお手元にコピーが配布されてますんで、私のプレゼンの一番最後のページ、パッと飛ばしましたけども「町の担い手人材イメージ」というページでございます。これはよくいろんなところで当たり前のように言われます、よそ者、バカ者、若者、これがいないと町づくりはできないと、こういう話でございます。よそ者っていうのは町の特徴弱点を客観視できる、意外と地元の方っていうのは地元の特徴、目の前にある実は財産ストック、というのをちゃんと見ましょうという話が片山さんの話の中でもありましたけども、意外と気がつかないもんなんですね。でこれを例えば北九州の中にはつまらんちゃとかってことがありますよね。あれ私大嫌いなんで、何がつまらないんだよと、自分の町のことをつまらんちゃなんてそんなこと言うなと、こういうふうに思ってます。かつてあるラジオ放送でもっと茨城北九州というテーマで話をしたことあるんですけども、自慢できる宝物がたくさんあるというのをですね、よそ者は見事に的確に捕まえていくというところがございます。それからバカ者、大体その皆さん良識あるんで、ある課題があるとパパパパッとすでにその頭の中で、あるロジックがですね働いてですね、大体着地点すぐ見つけるというところがございます。これですね、ところがですね、常識をで抑制をしないバカタレはですね、とんでもない思いつきを発想します。でこういうとんでない思いつきがブレイクスルーになっていくのかと思います。それから若者ってですね、諦めが悪い、全ての若者と言いませんよ、エネルギー爆発力がある、例えば先ほど夕張の話が出た夕張の市長っていうのは元東京都職員、東京都から応援のために派遣をされて、でそこで 2,3 年いたんだけども、僕は夕張のために働きたいと言って都の職員を辞めてですね選挙に立ったと。諦め悪いですね、何もそこまで身を挺するんですね、遅延も血縁も義理も何にもないんで、
だけどやっぱり若者らしい一つのこだわり、一つの夢にかけようとこういうやつがある、まあ総じてそういうものが若者に期待できるということであります。で最後にこれも言いましたけども、ただし絶対不可欠なものがあるというのは地域住民です。地域の歴史だとか文化風土、それから縁への誇り、守ろうとする強い意志、これがない限り、町づくりのエネルギーは続きません。私はもうすでに都市間の生き残り合戦、淘汰合戦始まってきて、でみんなが守ろう守ろう守ろうと言うけれども、実際には口では言うけども、本当に地域にですねこういう強い意志がないと必ず死んでいきます。多分日本の町の半分以上はやがて死んでいくんだろうというふうに思ってます。それの強い、その分岐点というのはですね、ここに言う守ろうとする強い意志だと思います。でなんでそんな守ろうとする強い意志なのかというと、まあ簡単な話、何たってここが好きという地域愛、それからここでしか生きられないという土着性ですね。さてそういう視点で見たときに、大学ってどういう位置づけなんだろうと、こういうふうに思うとですね、まあ大体ほとんどよそもんですね。大学の学生さん、それから、まあ学校によって違うんですが、教職員も大体転勤等々があってですね、まあ私この前南区で話をしたんだけど、南区の職員ですらあんたらよそもんよと言った。なぜかというと、南区にまあ長くて3年、だと思います。当然のことは有料登録ローテーションしていくと、もうちょっと小粋で考えると、例えばいいじゃん、この暗闇南なんてじゃなくてね、北九州全部で考えればええやん、八田だって戸端だって若松だってみんな同じ北九州と、そういう視点でまあ行けば少し見方も変わってくると思います。別の言い方をすると、大学もですねやっぱり大学群として考えないと、例えば、ポリテックカレッジさんがこの小倉南にあると、だから小倉南のことだけに焦点を当てて小倉南だけのことを考えるかと言ったところで、例えば学生さんは4年か5年4年経ちはいなくなって、それでそれこそ片山さんのご子息と同じようにどっかの町に行っちゃうかもしれないですね。当然ある意味での流動性っていうのはこれは避けがたいという意味でいくと、どうしてもこの最後の2音、これには該当しません。ただし、このはよそ者とバカ者、この力は十分に僕は発揮できると思ってですね、でまさにそこにこそ、学の世界、ねに活躍する皆さんのやっぱり、活躍余地っていうかフィールドがあるんじゃないかと、こういうふうに思ってますんで、もう一言言うと、学校群として連携していただきたいということと、それから永遠にこの町に骨をうずめるなんていうよりは、むしろよそ者とバカ者の特徴を生かしていただきたいというふうに考えております。はい、ありがとうございます。今岩倉さんが言われた内容の中でですね、地域の住民の方々っていうのがやっぱり主体性を持っていかなきゃならないっていう話がこう出ていってますけど、ともすると北九州の町っていうのは、まあ、都市形成の中で言うならば、ほとんどが政策的に作られていった状態で、お上がやってくれるっていうようなことを割と肯定するような、まあ、そういう DNA っていうのを持ち合わせていってる。ただそれは右肩上がりの時代であればよかったんでしょうけど、今ずいぶん変わってきていってる、まあ、そこでパラダイムシフトっていうのが、まあ、出てくる。でそれはやっぱり地域住民っていう、まあ、地域の方々っていうのが主体性っていうようなものを持っていかなきゃならない状態に確実に入りつつあるんではないだろうかっていうようなことが、まあ、伺えるかと思うんですけど、まあ、それにその次にですね、まあ、片山さんの方にも同じ追加するようなことがあればですね、糧作りの中で大学群地域の方がどういうふうに関われよっていうような命題がですね存在するのか、まあ、先ほども少し出ましたけどお願いします。はい、私は子供3人ね地元に帰ってこいと言っておりますので誤解のないようにしてるす要するに子供が帰ってこれるようなその勤め口をこの町に作りたいというふうな気持ちで、まあ、ああいうふうに言ったわけです。でちょっとですねそうは言ってもこの町に帰って我々が勉強してそういうふうなアクションを起こすっていうのはものすごくハードルが高いですよね。そこで今いろんな人にヒアリングしてみました。そうするとですね、
北九州ほど自分のライフスタイルを実現できる街はないっていうふうに答えがたくさん書いてる。どういうことかというと、山歩きをしたいと言った時に朝会社に行く前に皿倉山登ってきたぞ、田上さん登ってきたぞ、その後に出勤できる。夏仕事が終わって帰ってきてゴルフ1ラウンド回れるんです。日が長いから。実際にサーフィン乗りたい、若松北海岸行ったら毎日乗れるんです。でそういうふうなライフスタイルを実現できるっていうのは北九州ってすごいよねとみんな言ってくれるんです。でもそのなんでデモが出るかというと、住みたいマンションが一軒もないって言うんです。今ほとんど 1LDK100 平米なのに北九州100平米したらみんな 4LDK、 これライフスタイルが違うよねと。夫婦2人で 4LDK かよと。しかし北九州で売ってるのみんな 4LDK ですよ。東京行ったら150平米 1LDK ですよね。でそういうふうな方が北九州に移り住みたいと言った時に自分たちが住みたい家がない。でそこで思考停止するんではなくて、先ほど言われたように北九州には4万戸も5万戸も空き家があるんです。実際使えるのは1万戸以上あるんです。じゃあそこをリニューアルして彼らが住みたいような形にして彼らが来た時に貸してあげればいいです。そういうビジネスをした途端に北九州に優秀な人が帰ってくる。なぜこのことを言うかというと、そういう優秀な方が町を変えるということです。富良野の町に倉本壮さん行きましたよね。それから直島、岡山のベネッセの福武さんが直島を変えましたよね。絶対不可能と言っていたハウステンボスを澤田さんがよくしましたよね。よその人が出てきて変えてくれるっていうのが早いんですね。そういう時にライフスタイルを実現できる町っていうのはものすごく可能性がある。であればそういうふうなことができるようなアクションをして、そういうふうな方に移り住んでもらう。でその人の後ろ姿を見てこの町を変えていく、まあ、そういうふうなことをするのが手っ取り早いんじゃないかと。でそういうふうなことをこうやって作っていこう、こうやって作っていこうってみんなで勝手に考えるわけにいかないから、大学の先生ちょっと考えてねと。そういうふうなのをデザインするって得意なんじゃないかっていうふうに私は思いますので、そういうふうなことにコミットをしていただくっていうところがこの町を変える糸口になるんじゃないかというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。非常にこう耳が痛い部分があるんですけど、例えば建築関係であるのですね、まあ、多くの学校がいまだに NLDK の住宅の設計の課題を出していくとかですね、これはもうはっきり言ってライフスタイルが変わっていってるっていう社会の変化が読み取れない状態であれば、そういう住宅で特に九州、北九州なんか福岡もそうなんですけど、住宅を見ると、まあ、非常に狭い部屋をたくさん作っていってるというような状態、今言われた内容ですよね。で例えば日産さんがこちらに出てくるときに適切なやっぱり住宅が従業員の方々ないんじゃないかっていうようなお話も聞いたりはしていってるわけですけど、やっぱりライフスタイル の, 変化っていうのはそれに合わせたもの、これは住宅って言いますかに限らずですね、いろんな面にそういうことが、まあ、共通してくるんだろうなっていうところを読み取っていくっていうことが必要だっていうことになるかと思います。でそういう教育関係の中でですね、じゃあ地域の学校としてですね、高専さんがどのような形でどう展開をしていこうとしていってるのかっていうのを塚本先生の方からちょっとお伺い、パワポを見ながらですね、ちょっと展開をしていっていただきたいと思うんですけど。今ご紹介いただいた北九州高専の塚本です。私北九州市に35年近く住んでます。で小倉南区に移ってきてから25年、それまではずっと休校台に勤めてまして、5年前に北九州高専に赴任してきました。それで北九州高専からの話があった時に全然迷わず引き受けたんですね。それはまあ歩いても通える距離だというのと、やっぱり北九州で暮らしてて北九州小倉南区っていうのは子供を育てるにも都合よくいい場所だった、その思いがあって、まあ、最後教育界で終えるには一番いい場所かなと思ってきました。それでですね、この話があった時に北九州高専が小倉南区とどういう関わりがあるのかなというんで少し調べてみました。次のスライドお願いします。北九州高専はですね、高専の中では珍しく政令指定都市にある高専です。で毎年200人の学生を受け入れるんですが、幸いなことにですね、まあ2倍の近くの
競争率を持っているということなんですね。で、次のスライドお願いします。それで小倉南区からどれくらい学生さんが来ているかというと、受験者の大体4分の1は小倉南区、それからもちろん入ってくる毎年200人のうち の60人から50人が南区と。それで我々の倍率がですね、大体2倍前後で触れるわけですけど、その触れる一番大きな要因が小倉南区の中学校から増えたり減ったりするのがそのまま現れます。前のグラフの赤のラインとですね、そのこちらの赤いラインと比べていただいたら大体類似性がわかると思うんですね。これだけ小倉南区とですね、我々は本来密接な関係があるはずだったんです。ところが日々の教育に先生方一生懸命の成果知らないんですけど、小倉南区役所にいろんなことを陳情に行くっていうのはあんまりしてなかったです。厄介になる時だけですね行くんですけど、それで最近ここ 4,5 年ぐらいポリテクさんとも一緒になって小倉南区役所の方にお邪魔して、道路のこととかそれからこれからのこととかやっと少しするようになりました。それでですね、その次のスライドお願いします。高専の人間がですね、こうやって入ってきた小倉南区から入ってきた人間がどれぐらいこの辺の地域にいるのか、あるいは出てっちゃうのかというのがこれから2枚の図をお示しします。高専って多分ご存知かと思いますけど、5年間中学校出た人をお預かりして5年後に大体半数ぐらいが就職します。で半数はですね、大学行ったり我々の2年のコースに行ったりします。それからその2年のコース終わってからまた半数が就職、それから大学に移ってるっていうんですが、その人たちが北九州市あるいは福岡から出ていくのか残るのか、次のグラフをご覧ください。このグラフはですね、5年生を終わった学生、20歳の学生がどこへ行くかを示した図です。左側下のグラフはですね、平成20年から24年までの福岡県から出ていった割合が下のブルー、グリーンですね。それから青いのがですね、北九州市内に就職する人、赤が県内、100人ぐらいがですねトータル就職するんですが、北九州に残るのはですね10人ぐらいなんですね。これがずっとですね、高専できてから50年近くこれが続いています。次がですね、専攻科と言われる人たちの分です。次のスライドお願いします。専攻科はですね、30人から40人が出ていくんですが、そのうち就職するのは半分ですから20人弱、あれ20人は30人なんですね。その人たちは圧倒的にですね、県外に出ていきます。北九州市に残るのはもう5人いるかいないかですね。で、我々としてはですね、こういう政令指定都市に存在していながら苦労して育てた学生をですね、こんなにも外で出していくのかと、それは高等教育機関の使命としてある程度やむを得ないかとは思います。ただし私自身のことを考えても、それから私の周囲の人のことを考えても、学生時代にですね、過ごした地域っていうのは極めて思い入れが深いわけなんですね。それで数年前から本校の学生諸君に自分たちが住んでる北九州市のことをどれくらい知ってるのかなというのを、ちょっと調べてみました。あまり意識してないですね。北九州市は広いこともあっていろんな資源があります。学校だけじゃなくてですね、ミュージアムは極めて充実してますよね。ここにですね、北九州イノベーションギャラリーの館長さんいらっしゃってますけど、うちの学生はイノベーションギャラリーのことを入ってきた時点ではほとんど知りません。先生もですね、ほとんど知りません。ごく最近館長さんがいろいろ我々の方にアタックしてくださって、1年生あるいは上の方の学年の人たちの教育をお願いするようになって少しずつです。次のスライドお願いします。
それで高専ってのはこんな役割なんですね。おそらくこのいらっしゃる方もポリテクよりも知られてないかと思います。同世代のわずか 1% でもですね、ポリテクと同様にですね、新卒の技術者の 12% ぐらいはですね、高専卒なんですね。それで日本の将来考えますと、もう技術者がこれだけ減る、不足してるっていうのはものすごく日本としてはウィークポイントなわけですよね。次のスライドお願いします。で高等教育全般を見てみましてですね、皆さんご存じのように誰もが大学行くと。それから先進国の中で唯一のウィークポイントは、日本はもう25歳以下の学生が当たり前ってことなんですけど、欧米諸国なんか行くと30歳40歳の学生いっぱいいますよね。だから本来は高等教育機関、北九大ポリテク、我々を含めてもっと一旦仕事をしやりながら気づいたらまた戻ってくれる場所であるべきだと思うんですね。それともう一つ、今グローバル化時代ですから、ご多分に漏れず我々も留学生を受け入れようとしています。そういう留学生の人たちがですね、日本に定着してくれるようにする、それが我々に限らず高等教育機関の弱みかなというふうに思います。次お願いします。ということでですね、数年前からポリテクさん、それから隣の常盤高校さんも含めまして、地域の自治会と連携するような動きを始めました。皆さん、北九州市環境首都検定ってのはご存知ですか？北九州市がいろんなことをやっててですね、北九州市の環境に関する知識度を調べる検定試験があるんです。これをですね、2年前からですね、高専の学生、それから新小学校に我々の高専の学生が勉強したことを教えに行った、新小学校の6年生と一緒に受けるということを2年間続けていて、その活動を認めていただきまして、成績優秀賞をいただいたと。それを次をお願いいたします。そういうことの活動が、市の地域の住民の方々と一緒に市議川の清掃をするとか、あるいはその OB の方に高専へ来て授業していただくとか、そういうような話に結びつきまして、最近はですね、地域コミュニティ特別賞なんていただいて、少しずつうちの学生もですね、北九州、自分たちが住んでる北九州がこんなことだということを認識してくれるようになりつつあります。それで私がなんでこんなことを思うかというと、やっぱり酒のようなことを思い出すわけですよね。いずれ年を取ったら彼らが東京や関西でトップエンジニアになって北九州にまた舞い戻ってくるんじゃないかと。実際に私が何年か前に教えた学生はですね、30過ぎた時に、先生そろそろ東京飽きたからいい何か可能性ないですかというのが時々電話かかってきます。だからそういうですね、ネットワークを作っておく、そういうことが極めて大事なのかなというふうには私は思っています。最後のスライドお願いします。これうちの先生たちに年に2回ぐらい私訓示するんですけど、その時言ってること、やっぱりどうしても日々の仕事は内向きになります。だけど外の世界に学生を送り出してるわけですから、常に外の世界を見てくださいと。それから目指すはですね、やっぱり日々の仕事が楽しくないと面白くないですから、自分も楽しめる、それから外の世界と結びつけば新しい刺激がいっぱい得られるということなんですね。それから一番最後に書いてある英語はですね、先生の4か条ですね。ダメな先生は成り立てる、いい先生は説明しますよと、それから優秀な先生はやってみせ、でももっとすごいのは学生をその気にさせる、これ教員に戻すのの鉄則なんですけど、我々はですね、学生諸君にこの北九州という小倉南区という場所にいるということをしっかり意識させて、彼らに何か感じさせることが大事かなというふうに思っています。少しまとまらない話になりましたが、以上です。ありがとうございます。
最後のその気にさせるっていうのはどの組織においても非常に大切なことだろうと思うんですけどね。で実際に北九州では学卒者の方々っていうのが大体2割ぐらいしか北九州に残らないと、で8割ぐらいの方々が県外等にやっぱり、ね、こう出ていってるっていう実態がある。でそれはひいてはあれですね、人口減少とか子供が増えていかないとかいうようなことにも大体こうつながり始めていってるっていう問題にこうなっていってるわけですから、これは地域、まあ、行政含めそれから学校みんなで考えてその盛り上げて家庭づくりとかそういうような部分とはやっぱ結びつけて考えざるを得ない問題になってきていってるっていうことがですね、教育関係の中からでも今までは漠然と卒業生をあちこちに送り出す、でそれが教育機関のある意味ミッションだったわけですけど、地域とやっぱり結びついた状態の中でその新たなミッションっていうのが何なのかっていうところが、まあ、必要になってきてるステージに入ってるなということが感じられました。で次にですね、地域の課題絡みを含めてですね、宮崎さんの方からですね、小倉南区っていうのが、まあ、どういう課題があるのかなっていうことを少しお話をいただきながらですね、考えていきたいと思います。お願いします。すいません、宮崎と申します。なんでこんな小娘がこんなところにって思われるかもしれませんが、私今日小倉南区の役所で働いてるんですが、その職員の立場としてもそうなんですけども、若い世代を代表として、で女性の立場の考えということでこちらに来させていただいてますので、よろしくお願いします。で本日私がお話しさせていただく内容は、まず小倉南区役所の区政研究会の代表ということで参加させていただいてますので、その区政研究会の説明と、あとは小倉南区の人口の構成、それから地域の課題、特に女性活躍、子育て支援、それから高齢化対策、地域コミュニティの崩壊、で第一次産業の伸び悩みという点でちょっと課題を考えてみようと思います。で最後に地域課題に対して大学群へリクエストすることということでお話をさせていただきます。でまず今ですね、小倉南区役所では、区政研究会の説明になるんですけど、より良い区政を行うということを目的として平成14年から区政研究会という職員の自主サークル活動を行っています。今年度のメンバーは男性6名と女性7名の計13名で、年齢が10代が1名、20代が7名、それから30代が4名と40代が1名、まあ、今後の区政を担っていくであろう若い職員を中心としたメンバーで構成されています。で活動するにあたって毎年テーマを設定していまして、今年度のテーマが人口をなす社会を迎えた2035年からバックキャスティングした北九州市小倉南区の課題についてというテーマで取り組んでいます。八幡東区などでオーナー社会でのまちづくりに取り組んでいらっしゃる岩下教授を総合コーディネーターにお迎えして、市内でご活躍されている岩下先生であるとか片山先生をはじめとした民間企業や大学教授などの外部講師の方による講義を受けて、で、まあ、研究をしているところです。で今回はその講義などで学んだことをもとにお話をさせていただきたいと思います。では初めに小倉南区の人口構成についてご説明します。図は小倉南区の人口と世帯数の推移を表したもので、左の縦軸が人口の総数、それから右の縦軸は世帯数、横軸が年数を示しています。でこれを見てわかると思うんですが、小倉南区の区全体の人口は2010年が21万5千人でピークとなってまして、それから人口減少期に入ります。世帯数は1975年の4万5千3000世帯だったのに対して、2010年では倍の9万5500世帯に増加しています。また世帯年代別の棒グラフ
見ていただきたいんですけども、0歳から19歳の人口が年々減少していって、まあ、少子化が進んでいくと予想されています。続いてですね、小倉南区の生産人口と従属人口、それから高齢人口の推移を示した図になるんですが、生産人口率が優位で推移していくわけなんですが、1995年をピークに生産人口率は低下していきます。で、2015年からは生産人口率と従属人口率の差が大きく縮まっていきまして、2040年を境に低下していきます。で、2035年以降、生産人口率と高齢人口率の差が 20% を切り始めますので、まあ、その差はどんどん縮まっていくことになります。高齢化率は年々深刻になっていき、2020年頃、まあ、高齢人口率が 28% 以上の超高齢化社会を迎えるのではないかと予想されています。で、次なんですが、この図、小倉南区の人口密度を示しておりまして、左が1990年、右が2010年のものです。判例ちょっと見にくいんですけども、図の白い部分が人口密度が低いところですね。で、色がついてるところがどんどん高くなっていくところになるんですが、見てわかるように人口密度の高いところと低いところっていうのは年数が変わってもほとんど変化をしておりません。全体としてまあ人口密度は低いんですが、まあ、依然拡散傾向になっているということがわかると思います。で、その中で小倉南区の課題なんですけども、北九州市はの中では小倉南区っていうのはベッドタウン的な発展を遂げてきたということで、次の方向で考えていきたいと思います。まず女性の就業率の低さ、片山先生からお話があったかと思います。それから高齢化問題と若い世代などの自治会離れによる地域コミュニティの崩壊、それから第一次産業の伸び悩みですね。まず一つ目の課題なんですが、女性の就業率の低さです。小倉南区は、まあ、今後生産人口が減少していく中で、都市の発展のために女性の社会進出が不可欠なのではないかと思います。この表が福岡市と北九州市各区の女性の就業率を比較したものなんですが、労働力の人口の中で就業している女性の割合は福岡市と北九州市では北九州市の方が低く、市内の各区の中では小倉南区が最下位となっております。小倉南区はまた区と比較して女性の就業率が低い、つまり専業主婦の方が多くいるんじゃないかということが言えます。で、今、まあ、この時代ですね、女性が働くのは当たり前と言われているんですが、なぜ女性の就業率が低いのか、その原因はまあ次の4つにあるのではないかと思います。で、まず女性が仕事と子育てを両立するためには、子供を預ける保育所などの預かり先の確保が必須になります。横浜の待機児童ゼロの、まあ、取り組みがあったかと思うんですが、小倉南区においても保育所の整備は十分でないのが現状です。まあ、公的の施設の理由に加え、核家族化による身近に支援してくれる親がいなかったりであるとか、配偶者が子育てに、まあ、協力的でなかったりっていう地域の支援の不足っていうのも考えられると思います。それから企業の課題もあります。母親が育休から職場に復帰するときに、職場の子育てに対するサポート体制、例えば時間が、短時間勤務であるとか、子供が病気になった時の休暇の取得などの支援が十分でなかったり、また体制はできていても実際に職場でその制度を利用する風土ができていないであるとか、実際に利用している人がいなくて利用しづらい雰囲気にあるなど、様々要因があるかと思います。そ
それと出産を機に仕事を一度退職した母親が収入の確保であるとか社会復帰を目的として再就職しようとした時に能力不足で雇ってもらえなかったり斡旋が十分にないなど出産後の活躍の場がなかなか見つけられないというのも課題になっていると思います。それから2つ目の課題として高齢化の問題です。日本の財政になるんですが毎年歳入を上回る歳出を余儀なくされていて借金が今膨らんでいるところだと思います。歳出の主なものというのが社会保障費でありましてその背景にあるのが高齢化になっております。政令市の中で高齢化率北九州市はトップでして社会保障率の削減は重要な課題になっています。先ほど示した小倉南区の人口構造の中で2020年には超高齢化社会になると予想されるとお伝えしましたがさらに深刻なのは85歳以上の人口が増加していくことだと思います。85歳以上の後期高齢者に対して地域コミュニティの中での見守りをしていくことが不可欠なんではないかと思います。高齢化に伴って買い物難民の増加というのも課題になってくるかと思います。今定年を迎えたけれどまだまだ働ける若いお年寄りの存在というのが注目されていますので生産人口が減少している中で元気な高齢者は支えられる側から支える側へと立場を転換していく考えが必要ではないのかと思います。で次に3点目の課題として自治会離れです。この表は北九州市の各区ごとの自治会加入率を年代別に表したものなんですが市内でも活動が比較的活発だと言われている小倉南区なんですが自治会離れが年々増加していて深刻な問題になっているのが現状です。でなぜその自治会離れになるかということを考えると自治会っていうのが若い世代にとっての価値観なのかもしれないですが従来のしきたりにとらわれた方法についていけないであるとか住民のニーズが今多様化していることなどで自治会離れが進んでいって地域の人間関係の希薄化につながっているのではないかと思います。地域コミュニティの再生には住民の多様な要望に応えられる自治会を中心としつつも新しい組織づくりが必要になるんじゃないかと思います。しかし組織運営にあたっては財源が必要となり補助金以外にも自社財源の確保を行うことであるとか組織の支える担い手の確保をできる仕組みづくりというのが課題になると思います。それから4つ目の課題、第一次産業の伸び悩みなんですが、小倉南区の将来像を描くときに、地域の特性を生かした成長力の強化のためには、地域の再生が必要になると思います。小倉南区の豊かな自然を守りながら、またポテンシャルを活用しながら、その豊かな自然の恵みを地域の成長につなげていくという仕組みづくりが必要ではないかと思います。小倉南区の第一次産業の実態なんですけども、市内の中でも農畜水産業に携わる人口であるとか利用されている土地また売上高などはトップクラスではないかと思うんですけども農業とか漁業の就業人口の約 65% 以上が65歳以上の高齢者であったりですとか就業者の高齢化対策が必要なことそれから低収入であることなどが課題となっていると思います。で農業とかであれば天候の影響を直に受けるので就業者の努力だけでは解決できない面もあり安定供給ができる仕組みづくりも求められています。今第六次産業というのが注目されているかと思うんですが地元の直売所での消費者への直接販売であるとか加工品製造、農家で採れた野菜を使ったレストランの経営など、片山先生の方からお話しあったかと思うんですけど、小倉南区の強みを生かしたさらなる取り組みが必要であると思います。また、農家の農業法人化、
に伴って安定供給ができる仕組みを作ったりであるとか、まあ、そういうことで低収入の解消であるとか後継者の確保を行うことも必要になってくるかと思います。で、安定供給ができる仕組みが確立されれば今ある農作物の付加価値化っていうこともできるのではないかと思います。で、最後にすいません長くなるんですが大学君に求めることですね。まず少子高齢化が進む中で生産人口となる若い世代をいかに取り込んでいくかということが課題になっているかと思うんですが、市内の大学へ進学する学生たちが市外へ就職していく事例というのは後を絶たないということを先ほどお話があったかと思います。地元企業と大学群そして私たち行政の共同で優秀な人材を地元に定着させることができるような仕組み作りというのをしていただきたいなと思います。また進学先の選択肢として北九州市の大学群をもっと選んでもらえるようなですね大学群自体のさらなる魅力発信をしてほしいと思います。それから大学群と地域との連携についてなんですが、女性活躍が進む中で自分の能力が不足していると感じていて社会に出ていく勇気がないと思っている女性であるとか、また高齢者を対象とした講座も開設してほしいと思います。また学生の地元でのボランティア活動についても推進していただけているところだと思いますが、子育て世代の課題となっている子どもの預かり先などとして大学群の講義室を貸していただき、学生による小学生などを対象にした勉強会など開いていただけるのも楽しいんではないかと思います。それから3つ目、農家での下宿と書いてるんですが、学生に地元の農家へ数週間下宿してもらって農業体験を通して農業の楽しさや難しさを知ることであるとか高齢者との触れ合いにもつながるかと思いますので、これも取り組みとしてはありではないかと思います。それから最後に、今地元の住民が何を求めているか、今何が不足していると感じているのかっていうことの市場調査を行っていただいて住民のニーズを把握していただき農業などの発展へ生かしていけるような流れを作っていただければと思います。はい、ありがとうございました。今宮崎さんのお話の中ではですね、ともすると男性陣の方は無意識の中にハードを主体とした考え方がやっぱりこうにじみ出てくるわけなんですけど、女性という視点の中ではですね、コミュニティとかそれからまあソフトの領域のところっていう見方で、そしてこれからの街づくりって言いますか、その視点でいくとコミュニティの崩壊とかって言われるのが、で小倉南区がこれはなかなか難しい判断だと思うんですけど、自治会が非常に構成率が低くなっていってるというような状態ですね。で他のところと比較してやっぱりどういう違いがあるのだろうかっていうようなことを考えていくと、この南区っていうのが位置づけっていうのがやっぱり住宅ベッドタウンっていうような役割があって、大体昭和40年代ぐらいから山を切り崩した状態で住宅群ができていく。でそれは他の区に比べるとコアになる部分は南区でも必ずしもそうじゃないんでしょうけど、新しくできたところっていうのはやっぱり自治会っていうのがまだ成熟していってないような部分もあるし、なんとも言う都市型とそれから田園型っていうのはちょっと違う部分もあるんでしょうけど、そういうようなことも含め合わせながらその町づくりの中で我々が生活をしていく基盤っていうのをどういう視点で考えていかなきゃならないのかっていうのがやっぱり未来づくりの要素になってくるっていうことが考えられるだろうと思います。そしてさらにですね、皆さん方のお手元の中にはグラフ人口構造 の分類絡みっていうのが85歳以上っていう分け方区分がこう入っていってますけど、これから先は今までのように前期高齢者後期高齢者っていう2段階がおそらく3段階になっていくだろうと、
で特に前期高齢者と言われる74歳まで の方々、それから新たに75歳から84歳っていうのを中期というような言い方 で85歳以上を後期で、85歳以上 のリスクっていうのは非常にやっぱり公的資金がかかってくるっていうような状態で、それに合った社会の仕組み作りとか、まあ、町の作りっていうのがどうであろうかっていうようなこともこれから大きく考えていかなきゃならないことだろうと思います。と同時にですね、女性の活用っていうこともありますし、で高齢者 の中で前期高齢者っていうのはもうはっきり言ってアクティブシニアと言われる方々っていうのはこの北九州南区の中にもたくさんいらっしゃると思います。でそれをどう活用していく仕組みっていうのが考えられるのか、でほとんどその仕組みっていうのがまだまだ上手に出来上がっていってないっていうのが、まあ、現状なんでしょうけど、これも未来づくりの中で非常に大切な状態になってくるであろうと。で試みの中で学生を農家に下宿させるっていうような状態ですね。でこれはまあ実際市立大学の創生学部の中で八幡東の井の倉なんかで、まあ、それに近い状態 のトライアルっていうのはこうやられていってます。でそれぞれがそういうのを持ちながら、大学群がネットワーク持ってないんで、どこでどういうすごい取り組みをやっていってるっていうのを共有できていってないっていう部分で、そのネットワーク化っていうのもこれから先大きな課題になってくるだろうっていうようなことになります。で次の、まあ、ステージになるわけなんですけど、今それぞれのパネラーの方からこうお話をいただきましてですね、これを未来づくりっていうのをですね、いろんな項目って言いますか、方向性がまあ考えられるだろうと思うんですけど、その中でその包括的に捉えていかなきゃならない。で今この国っていうのはよく言われるんですけど、やっぱり縦割り社会でうまい具合動いていってないと。で先ほど の皆さん方のお話の中で高齢者の話と、でそれから家庭の話とか街づくりの話っていうのを、これを包括的にどう捉えていけばいいのかっていうようなですね、視点ですね、縦割りでその部分最適解のようなこれだけでいいものができた結果として、やっぱり違う要素が加わってきた時にはうまい答えにならなかったっていう事例っていうのはいくらでもあると思うんですけど、それをどう包括的に考え、でそしてそれを未来づくり の方向性に、まあ、どうつなげていけばいいのかっていう、特にそれには学卒者っていう若い人たちがこの南区北九州にどう残れるような仕組みっていうのが考えられるだろうかっていうことをですね、全くフリーの状態で我らの方々からお話をお伺いしたいと思うんですけど、ちょっと順番変えまして、一番最初片山さんにお願いできますでしょうか。とちょっと難しい質問ですね。非常に難しい質問なんですが、私は目標を立てるべきだと思うんですね。私も一時産業経済局で農林水産部を担当したことあるんですけど、例えば農業がいいと言ってもですね、じゃあどのくらいだったら農業を継いでくれるんですかというふうな質問をしたことがあります。でその時に返ってきた答えは、年収がキャッシュで540万円、これ平均だったんですけど、540万円あったら農家を継ぎますとおっしゃっていただいたんですね。だからそういうふうなことがあれば、それを目標に、じゃあ540万円のキャッシュの年収があるためにはどうしたらいいだろうかというようなことをきちんとこう示していく。例えば、先ほどもお話しあったように小倉南区が一番所得が高いんですが、じゃあその所得をさらに上げるにはどうしたらいいでしょうかというふうな観点でやっぱり整理していく必要があると、これ1点ですね。で2つ目は、それぞれがやれというのは非常に難しいので、やっぱり成功事例を作っていくというのは非常に、具体的じゃないかと思うんですね。その成功事例をいかに作っていくか、例えば若松であればキャベツ農家が2000万円稼いでいるところがあるんですけど、じゃあそういうところはどうやってやってるんですかというようなことについて具体的に分析をして、それをやっぱり、ちゃんと導入していくという仕組みが必要だろうというふうに思います。で先ほど私も勝手にその主婦の時間を使いなさいと言ったけど、じゃあその主婦の時間を使っていくのを、じゃあどこでどうやるのかというようなことについて、やっぱりモデルケースが必要だろうというふうに思ってますので、これについてはそのリーディングプロジェクトとしていろんなことをやれたらいいんじゃないかと思います。まずその活用の仕方としては、小倉南区内にある企業の活用というのがあると思うんですね。
先ほどちょっと東谷でやっていた三菱マテリアルさんの一時エストラビーヌというレストランの例を出したんですが、あれはレストランと、それからハーブの温室がうまくいくかどうか実験でやったんです。結果的にはうまくいかなかったんですが、ああいうふうに企業の持っているノウハウを地域に出していく。であれはやはりその東谷川が汚れるんじゃないかとか、自然保護と、自然破壊どうだっていうふうな長い歴史の中で企業側と地域がかなりコミュニケーションができるようになって、じゃあその中で自分たちはどういうことができるかっていうのことをやっぱりこう具体的に示した例だと思ってね。だからそういうふうな例を使いながら、成功事例を作っていくっていうのが重要なんじゃないかというふうに思います。はい、ありがとうございます。で引き続いて岩下さんお願いできますか。包括責任というと非常に難しいんですけども、いろんな都市の課題、少子化だとか高齢化とかいろいろもずっと今まで列挙されてきました。これらの課題について実は一番包括的に熟知しているのは私は行政だと思ってるんですね。行政いろいろな役割立場はございますけれども、結局都市経営の主役、ある意味では市民だ市民だと言いながら、実際今まで、地域では都市経営の主役っていうのは地方行政が担ってきたと、いうですね、自負心と責任感があるんで、いろんな課題を横目で全部見てたと。当然それぞれ肩書きが変わってるんですけど、結局見ているのは町のことだったという意味で、一番行政が知ってると思っているにもかかわらず、その課題について行政が意外と指導力を発揮できない。多分私の個人的な予見も含めていきますと、これから町の生き残り合戦、はっきり言うと死んじゃう町がどんどん出てくる。で、冷たくその死ぬ町をですね、放置しなきゃならない。どういうことかというと、例えば 山奥の10キロ20キロ離れたところに水道管、ガス管、電気ずっとつないで、そのインフラをですねメンテナンスもうできるわけないわけですよね。そうするとああだこうだと言いながら手をつけないという形で放置をするとか、こういう選択をせざるを得なくなる。でしかしこれは決して口にできないという立場、これをどうやって行政が乗り越えられるかというのをしばらくの間私は期待をしておりません。まんべんなく、セーフティーネットを全ての人にというのが今までやってきた憲法でありますし、それから市民も当然だと思ってますと。そういう中でやり方をゴロッと変えることはなかなかできないとするなら、誰かがそのすいません包括的な社会デザインについてですね提唱していかないといけないんじゃないかなと、こういうふうに思っている次第です。無理やり大学人に紐をつけるつもりではありませんけど、私が期待しているのは実は学の世界であります。いや学の世界も所詮限界あるとは思ってるんですよ。要するにその土着性という意味では非常に弱いところがある。ただし先ほど申し上げましたように、よそ者バカ者の特徴がもちろんあるということ、それと例えば先ほどライフスタイルの話がありましたけども、ライフスタイルについて、私もマンションなんか売ってきましたんで内心じくじたるものがありながら、 4LDK100 平米、これはお客様がそれを好むからです。つまり20年後子供がいなくなった時に自分たちの2人の生活はどうなるかという想像をいたしません。今この可愛い子たちのために個室を与えてあげたいということで、これはお客様が選択をすると。100平米 2LDK とか 1LDK ここで今売り出したらほとんど売れないと思います。これは何申し上げているかというのって言ってるわけじゃなくて、これはお客様自身が、つまり市民自身が10年後10年後のこの町、あるいは自分の生活がどうなるかということを想像できるような、そういったデザイン提示力が必要だろうと思って、でそういった観点でいくと、例えば都市建築というところにとどまらず、都市計画的な、学校というとあらゆる分野についてありますから、ただそれが全然縦割りで単一化されているだけであって、それの連携をしていくとですね、やがてこの町は放置すればこうなる、成り行きしないではこうなる、だからこういうことをすればこうなるというですね、デザインすることはできるはずなんです。行政は知りながらできないんだったら、それをできるとするならば、やっぱり私は学の世界だろうとこう思ってます。よく学の世界でイノベーターとアントプレーナーという言葉です。イノベーターは新しいまさに発想を提示する、そういうその世界です。ここはまさに学に期待する。アントレプレーナーの世界はね、まさに実証者
事業として実現するとこういう意味合いですけども、まあ、あまり期待しませんね商売下手ですから、まあ、ということでね、今包括的に言うならば、要するに町の将来をデザインし提示する能力、これが我が町に求められているんではないかというふうに思っているということであります。はい、ありがとうございます。ものすごい重たい内容のことを返されましたけど、改めてこれまた議論すると思いますけど、先にこう進めさせてもらいます。で、塚本先生にも同じ視点で我々の学生がですね、ほとんど外へ出てくると申し上げました。それで北九州に残るのもですね、とうとうに3人とか行くぐらいで、非常に限られてるんですね。で、一番の原因はですね、我々に原因があるんですけど、あまり努力しなかった、それから企業さんの方もどうせ来ないやということで接触されなかったということがあるのかなと思います。それでここ数年我々だけじゃなくてポリテクさんもその旧工大も北九大もやってることは、地元の企業の方のところにお願いして見学、それからインターンシップを受け入れさせていただくというのが KPEC を中心に始まってまして、少しずつ成果が現れてきてるかと思います。そこへ行くことでですね、北九州の企業のことを見直すのは確実に出てきています。それからやっぱり学の世界では教えきれない、先ほど八代さんが言われましたイノベーターとしての心意気っていうのは実業の世界には随分転がってます。実際にそういうところで学んだ人間が大手の関東関西行くよりはこっちという選択肢を向けるものを少しずつ出始めてきてるのは間違いないことだと私は思っています。だからぜひ従来の規制の概念にとらわれず、毎年は取らないけど今年は取りたいなと思ったら気楽に学の門を叩かれることをお勧めいたします。はい、ありがとうございます今塚本先生言われたのは多分一番最初に言われた内容ですね。教育関係の方々ってこの課題絡みにあんまりこう意識していってないっていうのはやっぱ共通する部分で、大いに反省していかなきゃならないっていうか、それじゃもう確実に持続可能な状態っていうのは全く期待できないような状況が、でただそれは学に限らずいろんな組織においても共通する部分っていうのはあるんだろうなっていうふうに思いますけど、先にちょっと進めていきます。宮崎さん、ちょっと厳しいですけど先ほど岩科先生からお話があったんですけど、行政が一番地域のことを把握しているのではないかということがあったんですが、確かに行政の指導力というのは いまいちかなというのも確かに思うところであります。で、どうしても行政の立場では縦社会っていうところがあるので、局と局のつながりというのはあんまり取れていないっていうのも現状であると思います。で、行政の立場として言うのもなんなんですが、これからの行政っていうのももう少し意識改革をはっきりしなきゃいけない時代に来てるんじゃないかっていうのもあるんですが、今動いてすぐにできるっていうことでもないので、そしたらじゃあ誰がするかっていうことになると、市民、地元の方の力というのが絶対不可欠だじゃないかなと思います。で、地元の方の意識というのもどんどん高まってきてるところはあるんですが、やっぱりこっちに届いてこないっていうのもあると思うので、地元の方が主体性を持って動いていこうっていう仕組みが行政の立場として何か支援ができたらいいのではないかと思っています。すいません、以上です。はい、ありがとうございます。包括的に捉えていくっていうのはなかなか難しいことで、どうしても事業計画っていうと単一の領域だけのことに絞っていく、で他のことに関わってくるとそれは別のセクションだからっていうような状態っていうのが非常にやっぱり長く続いてきた中で、結局途上国の時代
出会った日本の時、日本がそこら辺は非常に効率的に行われてたけど、今はそうでないだろうっていうような状態がただ出てきていってるんじゃないかなということですけど、ただそれを乗り越えてやれるっていう事例絡みっていうのはなかなかまだ見出せていってないというようなことになるんですけど、で、まあ、その中でですね、非常に衝撃的な展開、発言なんですけど、例えば今岩瀬田さんに言われた一番よく分かっていってるのは都市経営をやっていたのは行政が一番都市経営をやってきたんじゃないかっていうことの中でですね、今大きくその流れが変わろうとしていってる中で、その地域住民の方々が主体になっていかなきゃならないっていうところで、主体になりきれていってないっていう状況は、そういうまだ人材がこう生まれてきてない、育成されてきてない、でそれは別に都市経営だけではなくて、いろんな分野でこのイノベーションされていく状態の中で、それを担えるような人材っていうのが、今までの古い教育の中、古い仕組みの中で生まれてきていってないっていうことが多々あるんじゃないだろうかと思うんですけど、まあ、それをこう是正するっていうか、考え方をやっぱ変えていくっていうようなことに関しては、なんか片山さん、塚本先生、なんかご意見ないですか？ものすごく難しい質問ですね。例えば行政に限って言いますとね、縦割りで何もできないって言いますけど、例えば一番いい例がその買い物弱者対策ですよね。買い物弱者対策をどこのセクションをやるのかというふうな時に、どこもそのなかなか引き取らない。でこれなぜかというと、行政は自分のところで 100% できる自前主義のものは自分の仕事として取るんだけど、自分のところで解決できないものについては自分のセクションでやらないというふうにこうなってまして、だから3局4局またがるようなものについては、なかなかその事業が中ぶらになっているというふうなことがあります。でこれの解決手法にとってはですね、逆にその自分のところで完結しないものをやったものに対しては評価するという評価システムで、もう一つは議会側の役割がものすごく大きいと思うんです。で議会側は行政がやっていることについてチェックする機能ですけど、ここが弱いとか、こういうところをちゃんとやっておくべきだということを、もう少しこう行政と一緒にやっていけるといいなと思います。要するに決算議会で要望合戦になってるってやっぱおかしいと思うんですね。やっぱ決算議会ってのはこれやってお金を削れ削れ削れっていうことを言って、ここだけ削ったんだから新しいこういう分野に力を入れるべきだというふうなことだろうと思うんですね。だからそういうふうな、これは仕組みの中でやっぱりこう行政もそうだし、それをチェックする議会もそうだし、市民から見てもその辺をもう少しこう一緒にやっていかないと、なかなかその行政は全部知ってるけどなかなか出せない、先ほど言った繰り返しになりますけど、そういうものにチャレンジしたものを評価するシステムっていうのがあれば多分変わっていくと思うんですね。今残っているのはほとんどその各局にまたがる仕事ばかりが残っているという、それが課題になっているということになろうというふうに思っています。あまりその行政とのインタラクションというのは私はないんですけど、例えばですね、企業を誘致するときに新しい人材を欲しいときは当然額が必要なんですけど、そういうときに企業の方、企業の仲介として行政の果たす役割ってのは大きいと思うんですよね。どんな人材を欲しい、そしたら北九州にはこういう学校があってこういう人材がある、それからその学校に直接行政が出かけていってこういう人材養成をするためにはどうすればいいかと先生たちの話を、そういう積極的なアプローチをすればですね、かなり行政の掴んでる施策に向かうような人材育成も協力できていくのかなというふうに思います。ぜひ行政の方には学を敬遠することなく、それから学は非常に経営状態今厳しいところです。だから行政の方からですね、積極的な情報を学にも与えていただいて、お互いに連携ができていけばいいのかなというふうに思いますが。はい、ありがとうございます。片山さんの方から言われた行政の仕事の中で各局にこうつながるっていうようなことなんですけど、まあ、そこがどっちかというと置いていかれるっていうような状態です。まあ、そこ の, 評価の仕方っていうのが、まあ、これ大きい問題になるんでしょうけどこれはちょっと話がものすごい遠いんですけど、まあ、今回の市の行財政
審議会の中ではやっぱり評価絡みのところっていうのはちょっとやっぱり違う評価絡みを入れていかなきゃならない、要するに戦略的にやっぱり見ていけるような展開っていうところがこう織り込まれていってるかと思うんですけど、それがなかなか定着していってないっていうようなですね、戦術的に今目の前にある業務だけを一生懸命やれる効率っていうところがそのこの国の行政に限らずいろんなところのセクションで評価軸になっていってると、でそれが将来持続可能な状態で戦略的にこう展開をしていくっていうようなところを評価する指標絡みっていうのがまだ形成されていってない、でそれははっきり言ってこれから先いろんな問題がいろんな方面からこう出てくるような状態の中でこの国なりこの地域なりっていうのが、まあ、本当にこうどう乗り越えられていくだろうかっていうようなですねことにもまあつながってくる、でそれはそれっていうような形で今まではどっちかというと切り離して考えることが多かったんですけど、やっぱ包括的に考えていかなきゃならない状態っていうのがただ出てきていってるんじゃないだろうかっていうところにやっぱり我々気づいていきながらそれをどう変えていくかっていう動きが大切になるんだけど、まだうまいぐらいスタートしていってないっていうふうに思えるんですけど、岩島さんはそこら辺どんな感じでお思いですか。どう答えしていいかよくわからん、話なんですけど、行政との関係でね、もうちょい申し上げますとね、私行政持ち上げたわけでも何でもない、褒めたわけでも何でもない、当たり前の話で、全体に横断的に見て分かってるのは当たり前の話だということを申し上げただけの話ですが、解説だけしててもしょうがない、実は、民間の力のうねりね、というやつをこう期待する声というのは非常に大きいわけですが、だからといって、サクセスストーリーは世の中にゴロゴロありますけど、みんなこじんまりとした小さな可愛い、まあ数十名の山村が NPO で少し元気になりました、芸術家が移り住んできました、人口が1割増えました、1割増えて子供もできました、じゃあ何人増えたのかって十数名でしたと、その程度の話で、都市が抜本的に構造を変えたというような成功事例というのは今までもちろんありません。にもかかわらず、行政が最近言っているのはですね、民間の力に期待する、行政だけではできません、皆さんの協力がないとできませんと、こういう話で、民主党の頃は新しい公共とか、まあ歯の浮くようなですね、言葉をですね、作り上げました、皆さんに期待しますよ。でその時は私思ったんだけど、行政と民間の役割分担をちゃんと考えるときにですね、行政が、決断をしなきゃいかんことはまず、公益と私益、公益と私益の考え方をきちっと整理しないといけないなと、かつてはその要するに万人みんな平等でと、それがいつの間にか悪平等になっても、実は行政は平等の部分を一生懸命守ってきたと、いうことでですね、悪の部分だからその要するに、大なたを振るっていうことはなかなか実はやった事例がありません。何申し上げたいのかというとですね、そういった今までのやり方を踏襲をしているということを守り続けて、大胆な行動に走ったことがないということです。元の話に戻ります。新しい公共の話ですかね、大胆なことをもし行政に期待するんだったら、権限権力をですね、民間に移譲していただきたいと、いうことです。許認可、規制緩和、いろいろ口では言います。だけど一番大きな権限は何だと思います、皆さん。お金を取ることです。税金を取ることです。北九州市が年間5000億、まあ実質上1兆円使えているのは何だと思います？これ税金だからですよ。どんなに大きな NPO でも年間の財政規模、指定管理をたくさん取ったところでほんの2億とか3億です。海外では実は例えばそう1000億程度の都市計画を毎年やっている NPO はございます。これも半分行政と同じなんですけど、実質上徴税権、つまりお金を取るですね、権限を与えています。いやそういう目で見ますと世界中どこでもあるんですよ。実は例えばホームオーナーズアソシエーション仕組みがございます。これは、
その地域の住民が組合を作ってその組合に加入した人間だけそこに住むことができる。だけども当然アソシエーションにフィーを払わなきゃいけない。このフィーが何だと言います。住民税です。実質上それを使って地域のインフラとかそういうやつをずっとこう維持メンテをしています。 BID とか、まあ、町の、 種類によって違うんですけど、そんな仕組みは実は世界中にすでに広がっている。日本ではまだございません。つまりこれはなぜか、消費税渡したくない、民間に渡したくない、それからもっと言うと渡したくないというか、大体民間にそんな税金なんか取らせて何するか分かりません、ね、自分たちのためにだけ使うじゃないか。当たり前のものですよ。だって自分たちのために払うお金なんだから、受益者負担で自分たちのために使うのは当たり前。そういった発想の転換で、つまりお金を取るという権限を大胆に与えることができるかどうか、そのことによって、民間の活力、本当にそのささやかな小さな、サクセス事例じゃなくて大きな町への改造のうねりが生まれるだろうと実は私は思っておりました。これは提言であります。まあ、そろそろ権力話したらいかがでしょうか。